どうもイチです。どうもアンソニーです。やっていきましょう。リリース前の新作アプリを紹介するコーナーでございます。今日紹介するのは落書きキングダム。これめちゃくちゃ楽しみでした。僕来ましたね。はい、はい、前回のみんなが選ぶ注目アプリの方でも紹介したね、タイトルなんですけれども、はい、まあ、ちょっと改めて紹介させていただきますと、斉藤さんから配信予定の新作アプリでございまして、ジャンルはあなたの未来を描く RPG と、はい、自分が描いた落書きが 3D のキャラクターになって、まあね、動き出すというね、はい、本当にもう夢のようなシステムのゲームなんですけれども、これもともと落書き王国 PS2 でもう2本ぐらい出てんのかな。うーん、でそれのまあスマホアプリ版で落書きキングダムになってね、なるほど、登場するということ で、はい、で今回特別にこれ先行テストプレイを遊ばせていただけるということでありがとうございま す。であのこれジャンルにもね RPGって書いてあったと思うんですけども、うん、製品版ではこれきちんとねその RPG ならではのこうストーリーがあったりとか、うんうん、あとはあのその自分が作ったキャラクターでバトルしたりとかできるんですけども、はい、これ今回のこの先行テストプレイでは落書きの部分のみとなっているので、あ、なるほどね、はい、まあ、このゲームのね、うん、一番のその醍醐味の部分だと思うんで、そちらをね、はい、はい、お見せできればなというふうに思っております。さあ来ました、はい、こちらが落書き画面になっておりますと、相当細かいね、かなりねできること豊富だし、俺あのこれの撮影の前にちょっとやったんですけど、うん、結構ね慣れるまで難しい感じはします。なるほどね、はい、図形作成とかあるよ。はいはいはい、いろいろあるんですけど、まずまあそれ立体で、じゃあ立体で、でその黄色の枠の中に書くって感じですね。なるほど、するとこんな感じでこう 3D になってるんで、うん、あの右上のねカメラ、ウサギのマークあるじゃん、あそこがカメラになってるんだけど、うん、あそこでこうなんか向きいろいろちょっと変えたりしながら、そうこんな感じで、なるほどね、すごすごいよね。え、意味わかんない、意味わかんない。ちなみに今だいぶいびつなキャラ感じになってるから、これ。え、怖い。え、でこれも続きいきたいんやけど続き書くならこの立体のまんま、次ねこの接続点を作成してくださいって下に書いてあるじゃん、うん、この要はこれを例えば頭と想定するんであれば、そうね、そしたらそこのそっから次首を描くみたいな感じかな、はい、あ、なるほどね、そう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 。ちなみにこれ何を描こうとしてんの今。棒人間ちょっと一回描いてみようと思うこれで足、あ、でもできたかできたできたやばいやばい、高麗人参みたいになったよいしょ、で次じゃがいもと人参みたいなの続く点を作成するわ。はい、でそっから腕を生やす一筆書きでいけるね意外と。足どこだ、でここで役割がいろいろね、棒腕、いいよ棒腕でもいいし普通にこう曲がる腕でもいいしできた、太陽の塔の上にジャガイモが刺さってるみたいになって、太陽の塔じゃんてかもうむしろやべえ、素で太陽の塔作り上げる俺の芸術センス、ね、芸術センスがやばいってで、あのなんかちょっと変えたいなって思ったら編集ってとこあるじゃん、うん、編集書くの下にその編集ってあるから、そこでその変えたいちょっとパーツとか、あーなるほどね、頭の部分の厚みを変えたかったりしたら上の厚み変更とかね、でそうやると横にするやばレモンみたいだとは、そうそうそういろいろね、でちょっとじゃあ、ね、書くもう一回押してもらって、うん、シールってあるじゃん、うん、そこではい、こんな感じでね、プリセットでも目とか口とかあるんで、なんかいろいろつけてもらって強そう、いやいや弱そうだよ、強そうだろ、最初の村で見てみろよこの頭で、あと編集で色も変えられたりとかするから、どうはい完成、なるほどね、こんな感じで、そしたらあの一番左上のやつちょっと押してもらって、これはい、でモーション設定ってあるじゃん、うん、そこでなんか実際にバトルで戦う時のモーションとか選ぶ、ほら可愛くないでスロットの待機ってところでいろいろね戦闘とか確かあった気がする、あ通常かな、勝利モーションこれ勝つとこういう行動してくれる、可愛い、目がチカチカしてるのかよくないおー、いろいろある、そう跳ねたりとかね、溜めるとかキモ言っちゃってんだよな、溜めてる溜めてる溜めてんね、回復バフ、右パンチは、右パンチあります一応でもそう、あのピーンってさ適当に棒でやったけど、うん、右腕とか左腕とかちゃんとね、すごいね、そう反映してくれてんだよね、右キック左キックもう足の概念ないよこいつ右斬撃、そうでもかなりそう攻撃モーションとかいっぱいあるでしょ、すごい、そうだからかなりね戦闘面もちょっとワクワクするよね、銃撃とか、ね、回避死亡、死んでるように見えないだろ、死んでるように見えないだろ確かにこっから大技決めようとしてる感じなんだけど、ね、陰謀ダンス
してるみたいな。もうこんな感じでね、自由に作れるわけですよ。すごいこのゲーム。でちなみにね、あのプリセットってあるじゃないですか。はい。そうするとこんな感じで。ガチこれ。もうね、あるんす。うますぎだろ。やばいっしょ。え、でもこれさ、ツイッターとかでさ、そうよ。バカほどバズるんやない？だから実際、この動画上がるタイミングでもうね、やってる人もいっぱいいるんだけど、うん。かなりすごい。みんな？うん。ガチ。超細かい、なんかロボットとかちゃんと作ってたりとかするし。意味わからんセンスなんやけど、これ。俺の。ちなみにちょっと俺もね、作ったんで。これ？そのヤミー見て。え、すげえ！なんで？まあプリセットをパクったっていうね。あ、プリセットを。プリセットから自由に。あ、編集したこと。そう、また自分で色変えたりとか。これのちょっとモーション見て。だいぶかっこいいから、これ。ゲンガーみたいな。いや、ヤミーだから、これ。ほら、見て。かっこいい。強そうでしょ。クソ強そうか。こんな感じでね、そのプリセットから、だからそう。かっこよ。いろいろ作れたりもしますから。すげえ、マジで。そう。かなりね、自由度も高いですよ。で、このパクで、最初アンソニーも普通にあの自分で丸描いたじゃん。うん。けどもう、アンソニーあんな感じでいびつになるでしょ。うん。そういうのが苦手だって人はこの図形をしてもらって。この図形作成？はい。図形の作成の円とかで。あ、なるほどね。やれば、簡単にね、押せばいいの？押してこうグーって引っ張ると、そのサイズがどんどん。そうそうそう。マジ直感的。あ、じゃあこれなら、いけるわ。そうよ。上手い人の、の感じ出せるわ、俺も。ほら、そうするともう、綺麗な円ができるから。それも余裕じゃん。で、なんか中にはもう、この四角とかだけ、この図形だけで、うん、なんかもう、複雑なロボット作ったりとかもできるから。確かにね。それだけでもかなりね、楽しいですよ。世の中やっぱ図形でできてますから。うん、そういうこと。結局ね。うん、結局のところ。六芒星とか。はいはい。これだけで強そうじゃない？これあの、ヤミーの後ろにあったやつね。え、これだけで強そうじゃない？もう。こいつ、もう顔もつけずに。これ、これだけ。これラスボス感すごない？これの右のパンチとかどうなんのって感じ。これの色を変えてさ、壊ない。ラスボス感あるやろ、これ。どう考えても。確かに、もうどっち向いてるかもわかんないし、ね。そう。というわけで、落書きキングダム紹介させていただきました。はい。気になる落書きキングダムの配信日なんですけども、はい、今冬予定ということで、あ、まあ、冬ですね。で、まあ、もう少し先になるのかなといった感じなんですけども、今ですね、SNS などを使って落書きキングダムを盛り上げてくれる落書きサポーターズというね、このを、まあ、募集しているみたいで、なるほど。これがあの概要欄にリンクあるんですけども、そちらからあの落サポにまあ登録してもらって、うん、各種その SNS とか、あとは YouTube とか Pixiv とかね、うん、にあの投稿すると、それポイントがね、もらえて、うん、ポイントに応じてさまざまな限定商品とかをもらえちゃうと、なるほど、いうことなんで、皆さんもぜひね、落書きサポーターズになって一緒にね、落書きキングダムを盛り上げていただけたらなですね、というふうに思っております。はい、それからあの今回これ落書きの要素だけ紹介しましたけども、公式のその YouTube とかの方であのバトルシーンとかのね、うん、映像とかも公開されているので、気になる方はね、そちらもぜひチェックしていただければと思います。はい、それからアップメディアの記事の方でもね、より詳しく先行テストプレイの様子の方も、公開されておりますので、そちらも合わせてご覧いただければというふうに思います。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。最後こいつで終わるのって感じだけど、最強ラスボス。ラスボスやから名前もない、名前もなし、名前なはてなはてな。というわけで、はい、また次回の動画でお会いしましょう。またね。